で最近文房具にもハマってまして、もうハマってちょっと終わりかけてきてるかもしれないんですけど、最近の文房具ってものすごい可愛いんですよね。その一部をご覧いただきましょう。今後動画にするかしないかちょっと謎なんですけど、お裾分けファイルっていう面白いものがあるんですけど、お裾分けファイル、その文房具好きな方が、文房具ってあれもこれも可愛いって買っちゃうんですけど、意外と全部使い切れないので、そのちょっと小分けにしたものをまとめた、可愛くまとめたものをお裾分けファイルというものがあるんですね。でですね、そのメルカリでいろいろ私好みの文房具を探したんですけども、一人の方が本当私のドツボな文房具ばかりを出品されてまして、で紹介すると、鬼太郎のいろんな文房具がこうセットになったものを出品されてました。あとドラえもん、あとまさかのサザエさんの文房具あるのっていう感じなんですけど、であとクレヨンしんちゃん、あと11匹の猫と豚、これ絵本ですかね、 なんか見覚えあるんですけど、可愛いなと思って買いました。これなんだろう、ポストカードかな、ちょっと分かんないんですけど、めっちゃ可愛いと思って、でこの方毎回おまけもつけてくれてて、これなんか分かんないけど、これも絵本だと思うんですけど、なんか可愛いっていう、でおまけは確か何が入ってくるの、そう、このなんかうさちゃんのなんかのポストカード、あとそう、のんたんの封筒とかつけてくださいました。のんたんも可愛いですよね。ちょっとね、本当は一個一個紹介したいんですけど、ちょっと私の文房具熱がピークを過ぎてしまったということで、軽く紹介します。これ出品者の方から一気に購入したんですけど、この 1,2,3,4 5セット分で、私クレヨンしんちゃんを開封しなかったんで、今開封させていただきます。多分ね、女性の方なら誰しも文房具、ペンとかでもね、文房具にはまったことあると思うんですよ。私も野菜の形した消しゴム、全然消せないんですけど、野菜、食べ物の形した消しゴムとか、あとね、エスパークスっていう、これ男の子向けなんですけど、エスパークスっていうその文房具のノートのこの上下にその漫画が書いてある、そう、今思うと画期的な、その文房具の中で漫画が掲載されてるエスパークスっていうのあったんですよね。それ好きだったな。はい、クレヨンしんちゃん開けていきたいと思います。多分ね、クレヨンしんちゃんもサザエさんもあれかな、サザエさん博物館とかでその文房具が売ってるのかもしれないですね。なかなかサザエさんの文房具って普通のお店で見かけないですよね。だから多分春日部にあるのかな、クレヨンしんちゃん博物館みたいな、なかなか出てこない。次はご覧ください、クレヨンしんちゃん、たらーん、かわいい。これ結構ほぼメモ帳ですね、メモ帳、これ全部メモ帳ですね。これ多分合わせてくれたと思う、このマステとこの柄絶対そうだと思う。このちょっとしたユーモアセンス、ちょっとしたユーモアがこの方すごく素敵なんですよね。わ、すごい量だ。かわいそう。クレヨンしんちゃんといえばこのなんていうかこの四角形三角形ですよね。こういう感じでメモ帳がいろいろ。しかもね、この見えやすいようにね、ちょっと今私くしゃっとしちゃったんだけど、見えやすいようにこうパラッと入れてくれてました。かわいい。
しんちゃんち、うわしんちゃんち、かわいいですね。白で、ダイカットメモに、かわいい。これしんちゃん好きにはたまんないですよね。私しんちゃん割と普通なんですけど普通に好きかなぐらいなんですけど、これしんちゃん好きの人見たら発狂しちゃいますね。めっちゃかわいい。っていう感じで、しんちゃんシリーズはしんちゃんシリーズ、ドラえもんはドラえもん、11匹の猫と豚は11匹の猫と豚、サザエさんはサザエさんっていう感じで、出品されてまして、購入いたしました。でですね、同じように文房具好きだなという人におすすめしたいお店があるんですが、それがどこかっていうと、こうちゃん4っていう、もうバカでかいお店があるんですよ。北海道が、もともと北海道の企業みたいなんですけど、こうちゃん4っていう、もう本当に広いんですよ。文房具店って言ったら大体なんか そんなに大きいの想像しないんですけど、もうバカでかいんですよ。文房具がものすごいあって、あと CD と本も売ってて、もう本当もう1日で見切れないぐらい広いんですよ。で、それが東京に1店舗だけあるんですよ。この間そこに行ってきて、こうちゃん4半端ないと思ったんですけど、もしね、休みの日とか文房具、その文房具って見てるだけで楽しいじゃないですか。もう学生じゃなくなってからあんまり使うことないんですけど、文房具って。でも、うわ、今の文房具、今のホチキスこんななんだとか。これちなみにおまけなんですけど、かわいい。これしんちゃんのマステですね。すみません、私今指汚いんですけど、プリンターの試しのインクを、オレンジの蓋を開けたらドバッてインクが出てきて、一向にインクが落ちないですよね。かわいい。全然ピント合わないけど、かわいいですね。かわいい。ブリブリザイモン。かわいい。っていう感じでね、文房具には夢がある。で、そのお裾分けパックの中にはそのマステも含まれるんですけど、マスキングテープをお裾分けするのって結構難しいんじゃないと思うんですけど、こういう感じで、今回はこのちょっとしたプラスチックの板、多分何かの余りかなんと思うんですけど、これにぐるぐるぐるってちょっとお裾分けするっていう、それがお裾分けの感じです。多分私文房具が好きっていうのもまああるのかなと思うんですけど、この収集癖があるっていうのが多分ハマっちゃった理由かな。でね、この自分の好きなキャラクターのね、文房具を集めて、でこれを一つのねファイルにして、グフグフ言いながら眺めるっていうのもありかなと思うんですよね。だからサザエさんの文房具って本当なかなか見たことないですよね。ちょっと一回ご紹介しますね。サザエさんもマステがあるんですよ。マスキングテープって本当に幅が広くて、企業のマステとかもありますし、もう可愛いものからもう全てのキャラクター、サンリオとかのマステもありますし、もう何でもマスキングテープって何でも出てるんですよね。これシール、これちょっと、これ多分漫画のサザエさんのタッチのやつとか可愛いですよね。こうメモ帳、こう名刺と見せかけてメモ帳なんですけど、裏こういう感じで、バカモン、ちょっと透けちゃってるけど、かわいい。もうこれとかも最高ですよね。てん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 
多分あの長谷川あのこの方のあのサザエさんの作者の方の博物館的なところで売ってるんじゃないかなと思うんですけど、とっても可愛いです。サザエさんがこんなに可愛いってあんまり普段気づかなかった。